清少からの客演を招いた今回の舞台、これまでのシークフェルトとは一味違う仕上がりとなったな。ここにもない。どこに置き忘れたんだろう。どうしたしおり。あ、いえ、実はハンカチをなくしてしまって。しおりのハンカチ。ハンカチか。それなら。ねえアキラ、なんとか探してあげられないかな。何？だって今回のアキラは名探偵の明智小五郎役でしょ。みちる先輩、いくら名探偵を演じるからといってさすがに推理をするのは難しいんじゃないでしょうか。いや、わかんないよ。舞台バカのアキラなら名探偵の役を演じたら本当に名探偵になれるかも。明智先生、なんとか消えたハンカチを見つける方法はないのでしょうか。うん、小林君、心配することはないぞ。僕が必ず消えたハンカチを見つけてみせるさ。え？できるんですか？さて、夢王子伯爵、そのハンカチだが、なくしたのはいつのことだね？確か昨日の放課後だったかと。なるほど。ならば考えられる場所は、はあ、うん、わかったぞ。ハンカチは戸棚の中だ。調べてみたまえ。はい。あった、ありました。明智先生、ありました。でもこんなにあっさり、どうしてわかったんですか？なーに、なんてことはない。わけのない話ですよ。伯爵は先日夜遅くまで庶務の仕事に追われていた。昨日は対処する仕事も多く大変でしたでしょう。それほどの激務なら疲れからハンカチを落としてしまい、それに気づかずとも不思議ではない。そして実際、伯爵は落としたことに気づかないまま帰宅してしまった。だが夢王子邸の使用人は優秀だ。ご主人の落としたハンカチをそのまま放置するはずがない。誰かが拾ってくれたはずです。うむ、この丁寧な畳み方、おそらく伯爵の給仕長八千代さんによるものだろう。八千代給仕長が。そして八千代城の背の高さを考えると、しまう場所はあの戸棚の中ということになるわけです。なるほど。種が分かってしまえばたわいもない話です。すごいです。返事ながら本当に推理をするなんて、さすが雪城先輩です。しおりは素直だから騙されちゃったか。ちゃんと種明かししなきゃね、アキラ。種明かしも探偵の仕事でしょ。まったく。それはどういう。アキラは推理なんてしてないよ。実はハンカチを探してるって話を聞いたとき、すでにどこにあるかの目星がついてたんだ。八千代から生徒会室でハンカチの落とし物を見つけ、戸棚にしまっておいたという話を聞いてな。そうだったんですね。あまりに自然だったので本当に騙されちゃいました。ハンカチ見つけてくださってありがとうございました。礼には及ばない。おかげで明智の演技にさらに磨きをかけることができた。しかし明智小五郎ならば、もっと異なるアプローチ、想像を超える視点から真実に近づくことができたかもしれん。うん、より明智らしい推理アプローチか。ほんと
アキラは演技バカだよね。今回の明智小五郎役を完成させるにあたり、客演の西条の存在は欠かせなかった。彼女の予想を超える演技は、私の明智小五郎の演技にも良い刺激を与えてくれた。今後もより良き舞台を作るために、高いレベルの客演の迎え入れは検討すべきだな。はあ、久しぶりに読んでみたけど、この引き寄せられるような文体、やっぱり乱歩の D 坂の殺人は面白いわ。ん？あれはシークフェルトの雪代さん。清少の星見か。その本、乱歩だな。ええ、西条さんが読んでるのを見ていたら、私も久しぶりに読んでみたくなって。雪代さんも乱歩？ああ、明智小五郎の役作りのために読み返しているところだ。明智ってことは西条さんが客演で参加してる例の舞台ね。西条には良い刺激を受けさせてもらっている。彼女の考えた二重面相は私の予想を超えてきた。それは良かったわ。西条が二重面相像を切り開いたように、私もそれを超える新たな明智を考えねばと思ってな。新たな明智小五郎のイメージ、また難しい課題ね。そうだ、星見は清少の中でも文献や資料などに対する知識や造形が深いと聞いた。星見なりの明智小五郎のイメージがあれば、ぜひ聞かせてもらいたい。ちょ、誰がそんなことを。うちには情報収集が好きな奴がいるのだ。そう？それにしても、なんだかちょっと恥ずかしいわね。でも、わかったわ。私でよければ、協力させてちょうだい。名探偵明智小五郎のイメージといえば、やっぱりあの背広が似合う凛々しい姿。原作でもそういう描写がされてるし、表紙や挿絵でもそのイメージで描かれることが多い。そうだな。でも私個人としては最初、そのイメージに少し違和感があったのよね。ほう？実は私、少年探偵団シリーズの前に大人向けの乱歩作品を読んでて、それで一番最初に読んだのは明智探偵が初登場した D 坂の殺人だったの。今認知されている背広姿ではなく、まるで貧乏諸星然とした姿をしていて、性格も少年探偵団シリーズの時のように堂々としたものではなく、どちらかというと捉えどころのないひょうひょうとした人物として描かれていた。だから少年探偵団シリーズで背広が似合う今のスタイルで登場した時、すごく違和感があったの。性格も姿も私の知ってる明智じゃないって。なるほど、わからなくもないな。でもどちらの明智も乱歩本人が書いているし、設定的にもなかったことにはされていない。ということは、二人の明智は地続きで同一人物、明智の本質的な性格は諸星時代の方にあると思うの。つまり少年探偵団シリーズでの凛々しく毅然とした風貌は、周囲から求められている探偵像であって、皆が求める天才探偵のイメージに応えるため、明智はそれを演じていたのではないかって思うのよ。天才を演じていたか。
なるほど。そう思うと親近感の湧く役と言えるな。え？何？こちらのことだ。諸星時代の性格が下地か。ならばこういうのはどうだろう。今回の明智の衣装、背広姿ではなくあえて諸星の姿で現れると、それに合わせて明智の演技も諸星時代の人を食ったような雰囲気を少し醸し出していく。うむ、これは面白いな。礼を言う、星見。星見の意見、参考にさせてもらおう。本番、楽しみに待っていてくれ。雪城さんって、ちょっと近寄りがたい印象があったけど。案外気さくで話しやすい人だったわね。